川口春奈主演の金曜ドラマ、Q ボーダー、毎週金曜夜10時から10時54分まで、TBSK の第2話が4月26日に放送となる。この度、主人公となる大化けの次女、七々江を演じる川口のインタビューコメントが到着。自身が演じる役どころに共感する部分や、撮影現場の裏側、そして演じる役柄同様、現在29歳の川口が20代最後にやりたいことについて明かした。写真、川口春奈、七々江の肩ですやすや眠る松下幸太郎、幸太郎、ボーダー世代三姉妹の奮闘を描くヒューマンラブストーリー同ドラマは、ラブ、ライフ、リミットの 3L をテーマに、19歳、29歳、39歳と、いわゆる、大台を迎える前のラストイヤーイコール、Q ボーダー、真っ只中の三姉妹が、もやもやや焦りを抱え幸せになりたいともがきながら人生を前向きに進んでいく姿を完全オリジナルで描くヒューマンラブストーリー。本作では、中学生日記、2018年、いや、私結婚できないんじゃなくて、しないんです、2016年。聞かざる恋には理由があって、2021年、3作品すべて TBSK などを手掛けてきた、プロデューサー、新井淳子と、脚本家、金子ありさが再タッグ。また、監督は小説家兼映画監督で、近年はテレビドラマの演出も手掛ける福田桃子がメインで担当する。川口春奈&木南遥香&畑メイクが姉妹役で初共演物語の主軸となる、ボーダー世代三姉妹は、39歳の長女、6月役を木南遥香、29歳の次女、七々江役を川口、19歳の三女、八海役を畑メイクが演じ、それぞれの年代特有の悩みにぶつかりながら仕事に恋に立ち向かっていく。さらに、物語のキーマン幸太郎役で松下幸太郎、6月が所長を務める会計事務所にやってくる自由奔放な公認会計士、松島作役で井之脇海、七々江とは同い年で幼馴染の高木陽太役で木戸大聖が出演する。同い年の29歳、七々江は、応援したくなるキャラクター、大場七々江をどのようなキャラクターと捉えて演じていますか？七々江はしっかり者の次女。いろいろなことに悩んで焦っていますが、いつも一生懸命なので、頑張れ、七々江。と応援したくなるキャラクターです。将来への不安など、彼女の心情も同じ29歳として理解できますし、共感できる部分もたくさんあって。演じていると、自分に言われているんじゃないか、と思うぐらいぐさぐさと胸に刺さるセリフが多いので、自然体でお芝居をすることができます。特に共感するのはどんなところですか？七々江が自分には何があるのかと吐露するシーンが1話にあるのですが、私もそう考えて苦しくなることがあります。七々江みたいに、ふとした瞬間に寂しくなったり、切なくなったり、不安になったり。新井プロデューサーに七々江の衣装について話を聞いたとき、大人春菜にしたいとおっしゃっていました。衣装合わせの時から、背伸びしているとまでは言いませんが、確かに大人っぽいなと感じていました。七々江は仕事ができるので、モノトーンの衣装がとても合っていると思います。1話はパーティーシーンの落ち着いた衣装が多く、特にそう思うのかもしれませんが。個人的には1話のラストシーン、桜満開の中で着ていた衣装が好きです。撮影現場では姉妹役の木南さんや畑さんと、よく談笑していると聞いています。三人集まってよく話をしています。撮影でいつも一緒にいるというのもありますし、同じチームで団結力が強まっているというのもあるかもしれません。でも、木南さんとも畑さんとも本当の姉妹のように、気を使う必要もなくいい関係が築けているんじゃないでしょうか。それがお芝居の中でも出ているといいですね。初対面から打ち解けられたのですね。はい、初日の撮影から、木南さんや畑さんとは壁もなく話せて、今では一緒にご飯を食べに行く約束をしています。また、SNS で情報をシェアしたり、誰かが撮影でいない時でも SNS でメッセージを送り合っていますし、みんなで松下、幸太郎さんのライブへも行きました。撮影中も私たち3人は、本番ギリギリまでおしゃべりをしています。
撮影で特に印象に残っているシーンはありますか？1話のラストシーン、桜の開花タイミングを測っていたので、ギリギリまで撮影が伸びてしまったのですが、素晴らしい絵が撮れたと思います。光太郎とのロマンチックなシーンは、桜がとても綺麗です。こんな素晴らしいロケーションにはめったに巡り会えないので、撮影の合間に写真を撮りまくっていました。自分を肯定できるような作品になるよう頑張って演じたい、川口さんは七苗のように不安になった時、どうされますか？考えても結局、なるようにしかならないんですよね。でも、そういう悩みすら楽しめるようになれたらいいな、と。どんな時も前向きに、ネガティブにならないよう心がけています。もし不安になった時は、旅行が好きなので休みの時は旅行に行って、心と体を癒しています。プライベートでは、洋服にこだわりなどはありますか？私は普段、カジュアルな服を着ることがほとんど。デニムに T シャツを着て、お気に入りの腕時計やアクセサリーに身につけることが多いです。そうすると気持ちも盛り上がりますし、ファッションの力を感じますね。-20代最後にやりたいことがありましたら、教えてください。価値観の近い方たちと仕事をしたり、遊びたいです。一人の時間を楽しんで、仕事も充実して、という時間がずっと続けばいいんですけどね。最後に視聴者へメッセージをお願いします。七苗はめちゃくちゃ頑張っているのに報われないところがあります。仕事をしていても、上からは睨まれ。後輩の子を育てようとしても、びっくりするようなことを言われて。演じていて胸が苦しくなることがあります。そういう七苗の思いは、大奥の方に刺さるのではないでしょうか。七苗と同じ思いを抱いているような方が自分を肯定できるような作品になるよう頑張って演じたいです。ぜひ、三姉妹のやりとりを楽しみつつご覧になってください。